茨城県霞ヶ浦市28歳男性島郎さんからです、うん、上田さんのファンのものです。 ありがたいね。常々思うのですが、うん、この番組の上田さんへのいじりはひどすぎではないでしょうか。そうだろ。どういうこと、どういうこと、どういうことよ。上田さんがカリカリ怒っている姿を見ているのは私も辛いです。こいつの芸風だから。それが俺はニコニコしていて、こいつそれなくなったら何にもない。そんなことない。何が何もないだ。でバンバン言うんすから、ちょっと今日もカリカリさせてくれ。わしはベーコンかお前。来ましたね。来ました。今日もカリカリさせてくれ。わしはベーコンか。振り返るな。そういうのが一番カリカリするんだ。はい、この上さんがカリカリ怒ってる姿を見ているのは私も辛いです。ああ、そうだろう。かっこ笑いすぎて。あ、そっち。ああ、なるほど。で、太田さんに申し訳ないので、毎週とは言いませんが、定期的に上田さんのカリカリコーナーをやっていただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いします。え、俺例えばどういうことでカリカリしてるっけ。どんな時にベーコンになるの。ああベーコン上田。なんか。もう何でしょう、ね、な聞いたりがボケるとこれだよ。なお菓子のフィルムを開けられないとかでもカリカリしてる印象ありますけどね。いいんだよこれ開けろお前やれみたいな。もうその程度のレベルでも。ああうぜ。そうだしてるわ、はい、カリカリしてるわ。ファンの方からもらった知恵の輪とかも1分で俺に渡しますか。俺は3時間ぐらいかけてできました。いやいやその前になんで知恵の輪をもらった。知恵が足りないと思われたんじゃないですか。俺パソコンに切れるわ。あーパソコン。あいや俺はショックだったのが、うん6歳の息子がね、うん、まだ5歳の時よ、うん、5歳の時になんかお父さんの真似とかって言って、うん、だからおなんだお父さんのドンってほらさ、うん、モノマネってさ、うん、要はその人が見るその人のイメージじゃない、うん、やる側がこの人はこういう人だっていうのをピンポイントのところをピックアップしたモノマネするわけじゃない、うん、で5歳の息子俺のどこに注目してんのかなと思ったらさ、うん、息子はさ急にさ、うん、なんかこうやるなんだよこれ。ライラする。うわ俺のイメージこれなんだと思ってさ、ちょっとショックだった。インパクトがあったんだろうな。でもちょっとショックだった。5歳の息子に俺はこんなやつだと思われてる。何がうまくいかないのパソコンの。俺なんか俺ああいうなんかパソコンって相性ない。もう最初買ったパソコンからずっとさなんかすぐバグったりすんのよ。何回買い替えてもバージョンアップしてもで未だになんかなんだよこれどうすればこれになれんだったもうわけわかんなくなる。説明書も一切読まないですもんね上さんね。そう読みたくないの説明書。ああそっかそっか。マックにすりゃいいんだよ。マックだよ。あマックなの。じゃあダメですね。あんなのバグんないよ。マックなんかめったにな。そうですよ。だ俺携帯とかパソコンとかそういうメカに弱いのよ。機器にこれがどうすればこうなんのとかっていうのが。さあじゃあ続いての、うん福井県大野市42歳男性ポンプ屋のポンさん。またお前かい。じゃあごめんこの番組 4,5 人しか見てないんじゃないの。あのアプリとか 4,5 人が何回も入れてるだけなんじゃねえの。ダウンロードしていくつもの携帯から。そうかもしれないですね。いつもポンペアさんですもんね。ポンペアのポンさんから。はい中京くんをぶっ飛ばす太田さんが大好きです、うん、いやぶっ飛ばしちゃいけないんだけどね。そこでぜひやっていただきたい企画があります、うん、3体の中京くんを用意し、うん、そのうち1体に三代社長が入ります。できるかそんなこと。太田さんは仕草だけで三代社長が入った中京くんを予想し、うん、残り2体に体当たり容赦なくひっくり返すというクイズ企画です。ご検討よろしくお願いします。冗談じゃないよそれ。でもね分かりますもんね、うん、で俺は何をすればいいのよ。だからそのだから中京くん2体に体当たりすればいいの、ね、でボコボコすればいいの、ねうん、でその間ねその一人がみっちゃんでした奥さんでしたで我々はワッハッハでその後地獄の日々が待っている。やだよ絶対やだよそんなの。ごめんあのへこむならへこむで、ね、もっとエンターテインメント的にへこめ。やだだって本当にやだ。じゃあこれやめましょうね。これやめましょう。でもさぶっちゃけだなしさ、まあまあこの企画はまあまあやるはやるとして例えばねじゃあ手だけなんかこうカーテンとかがあって手だけ出されてたとするじゃん。わかるこれが奥さんだな。例えばじゃあ5人分出てんのよ手が。で当てられる自信ある。
わかんじゃないかな。手なんて結構特徴あるから。いや意外とこれちょっとやってみようよ。今その女性スタッフさ 4,5 人で。どうしてだって知ってる。いやいや手違う違う違う 手見せてもらってさ一回覚えて、うん、ねちゃんと。ああそういうこと。おうおうで例えばね誰であっちで誰かに、はい、携帯で写真撮ってもらうわけで、はい、この手誰ですかみたいな。なんで俺らが当てられるかさ。ううもう完全に企画として始まってますねこれね。ちょっと一回見せて手。手だけ見して。あじゃあこれはお二人が。二人は女性の手の区別がつくのか。協力してくれたのは番組の AD メイクスタイリスト望月アナ。この中の一人の手の写真を撮りそれが誰のものかを当ててもらいます。じゃあいいよいいよ。で誰かごめん一枚だけその手の写真撮ってさでこれ誰って見して。これ分かると思うよ。うん、俺も今のは分かると思う。分かるね。ずいぶん違うもんだね手って。あ、来た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 。うわえ、ちょっあ、俺分かった。俺も、あ俺分かった。え、うん、え、じゃあせーので指さそう、うん、はい、せーの。あ、一緒。うん、うん、うん、そうだね。正解は違う。違う。あ、そうか。